おはようございます。ハルです。今回はギターとはね、あんまり直接関係ないかなと思うんですが、一つ機材を手に入れたので、ご紹介してみたいと思います。今回手に入れたのは、ワイヤレスマイクですね。はい。こんなマイクを手に入れてみました。ギターで使うようなね、コーナーとかアイアンプに立てるようなマイクとか、ボーカルマイクじゃなくて、まあ、ここにつけてね、撮影できるような、まあ、スマホで使えるワイヤレスマイクをね探して購入してみました。その激安のやつね結構ね探すと2万円3万円とか、いいやつはいっぱいあるんですよ。でもそんないいのはいらないということでね、これが4500円ぐらいだったかな、Amazon で買えるので、まあ、リンク貼っておくので欲しい方これ見ていただいていいなと思っていただけた方は買ってみてください。4500円ぐらいで買えたものです。もっとね安いのもあるんですよ。2000円、3000円ぐらいかなのもあるんだけど、ちょっとね、タッチかったから、ちょっと一ついいのにしてみました。ビル、ウォール、なんて読むんですかね。ビル、ウェル、ビル、ウェルだったらいいかな。ビル、ウォール、ビル、ウォール。わかんない。多分、中国の、そうですね、メイドインチャイナってますね、ちゃんとね。メイドインチャイナ、見るかな、ここ、メイドインチャイナ。中国製の安いやつですねを買ってみました。まあ、安かったからちょっと心配だったんですけど、意外と使えたので、紹介してみようかなと思います。で、開封するとこんな感じ、マイクが2個ねついてて、で、これが本体、受信機っていうのかなになってますね。はい。これがスマホの、何ライトニングか。僕 iPhone なので、iPhone 用の買ったので、ライトニングのとこに刺さるっていう状態です。で、それプラス、送信機側のマイクが2つ。で、さっき言った、もう1つ安い方のやつだと、ここのね、なんていうのかな、この LED じゃなくて、パネルっていうか、なんか、モニターがないんですね。これ、電源入ると光ったりとか、あと、なんだっけ、ノイズキャンセリング機能がオンになると光ったりとか、まあ、電池がなくなってくると赤く点滅したりとか、まあ、そうやって、なんだろう、今、なってる機能が、一発でわかるようなものがついてます。で、これがちょっとやっぱ便利だなと思ったので、一個高いこの4500円の方を買いました。で、これでしょ。受信機と送信機がついてて、で、こっちの箱の方に、ね、もふもふ、まあ、ウィンドジャーマーって言われるやつだよね。付け替えるのかな、こう風が強いとか、外に行くときとかはこれがいいかもしれないですね。がついてたりとか、まあ、これもちゃんと2個ついてますね。あとはね、これが便利だなと思ったもん。なんだろう。これでね、はい、こうやって USB なんだけど、パソコンでもこれが使えるらしいんですよ。なんでパソコン、これを変換になってるね、ライトニングのここにつないで、でパソコンの USB につなぐと、パソコンで、まあ、ズーム会議したりとかするときに使えたりとかするみたいですね。なんでこの変換がついてることによって iPhone でも使えるし、パソコンでも使えるようになるっていう、結構便利ですね、これね。で、あとは、この送信機の、充電用の Type-C の USB ね。だから2つ充電しなきゃいけないから、こういう状態でね。二股に分かれてます。で、あとは巾着。まあ、これで持ち運びかな。はい、っていうようなものになってます。で、僕の動画って、多分、声が、結構反響しちゃって聞き取りづらかったんじゃないかなと思うんですよ。ここのね、オフィス自体、物があまりない。例えば本棚がバーンってあるとか、家具がどんどんね、こう詰め込まれてくると反響しなくなるので、ね、そのリバーブ感もなくなると思うんですけど、どうしてもそのオフィスということもあって、家具とかもね、あんまないから、多分ソファーとかね、あるとだいぶ違うと思うんですけど、そんなもないので、結構反響しまくるんで、この、なんだ、このね、今スマホで撮ってんだけどさ、iPhone で。この iPhone のマイクに入る音が、わっと、ぼやけてしまう、っていうことがあったので、まあ、これがどれくらい変わるかですね。
あとノイズキャンセリング機能がついているので、それも試してみましょうか。で今こうエアコンここについて、エアコンがっつり入った状態で撮影してるので、多分ゴーって多分ノイズ入ってると思うんですよ。なんで多分これを使えば、リバーブ感もなくなってドライな音になって、このノイズゴーというのも消えるんじゃないかなって思ってるので、ちょっと試してみましょう。なんでとりあえずこれ、受信機を撮影してる iPhone に挿します。はい、これ挿しました。ははは。これでね、もうペアリング完了してるはずなんですよ。この上の青いやつが出ればペアリング完了だって。で、ここ。上から1、2、3つ目のやつね、これ。なんかうねうねうねってアイコンですけど、これがついてると、なんだっけ、ノイズキャンセリングが効いてる状態。なんか多分今ガーっていう声聞こえないんじゃないかな。聞こえてるかもしれない。聞こえてたらどうしよう。使うって言ったら失敗だね。で、クリップが、こう、ね、これ回るので、好きな角度で服に留められるよと。だから、こういう感じだね。はい。はっはっは。はい、皆さん、いかがでしょう？だいぶ音質変わりましたか？ちゃんと撮れてるかな？これ、モニタリングできないから、僕が編集するときまで、本当にちゃんとこのマイクが効いてるかわからないんですけど、多分撮れてると思います。だいぶ違うんじゃないかと思います。で、これ今ノイズキャンセリング効いてる状態なので、ここにさ、サーキュレーターがあるんですよ。サーキュレーター。サーキュレーター分回してみますか。ノイズキャンセリングが効いてれば、多分そんなに入らないはずだよね。今日。結構これゴーゴー言ってるんですけど、どうだろう。さすがに入るかな、ここもやると。これ結構涼しいんだけどね。あ、いいね。はい、こんな感じです。もしかしたらノイズとしてね、拾っちゃってるかもしれないですけど、ちゃんとノイズキャンセリング機能が効いてれば、入ってないはず。多分ね。知らんけど。動画の途中ですが、ギターライフをより楽しみたいっていうあなたにお知らせです。仲間と一緒に豊かなギターライフを作っていくオンラインサロンをやってます。皆さんの疑問にお答えするオンラインレッスンや24時間、質問可能なプラットフォーム、ギター練習やセッションなどで使用できるようなフレーズのタブフの配布、あとはズームアプリを使った交流会などなど、ギターをより楽しむ場を作っています。ぜひ動画の概要欄からリンク辿っていただいてご参加ください。はい、ってな感じで、ビフォーアフターについては、今がマイクで、さっきまでがマイクついてなくて iPhone のマイクで撮ってたものなんで、この動画を巻き戻して進めて、戻し進めてってね、音質聞き比べてもらえればと思います。ということで今回はね、ワイヤレスマイク、お手軽ワイヤレスマイクだね、VOR で紹介してみました。なんで iPhone で、動画撮る方なんかはめちゃくちゃ使えるんじゃないかなと思います。まあ高いのはね、もっと音質いいのかなと思うんですけど、喋、るぐらいだったらね、これぐらいで十分かなって思ったりもします。あ、ちょっとちなみに遠くまで行ってます。向こうまで行きましょうか。向こうまで行って聞こえるかやってみますか。はっ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 。ほうほうはっは。ですです。はっは。ほうほうほう。聞こえてますか。はっはっはっは。はい。マイク使ってればね、こんだけ離れてもさっきと同じように聞こえてるはずです。はっはっはっは。ほうは。はい、ただいま。はい、こんな感じです。はい、こんな感じで使えるのもいいですよね。結構その喋ったりすると、後ろ振り返って喋るともう前から離れちゃうから声が遠くなったりとかするし、二人で喋っていたりすると一人後ろにねいたりとかするとさ、それだけで片方音量ちっちゃくなっちゃったりとかすることもあるから、まあ結構便利に使えるんじゃないかなと思います。なんで今後はね、使えるときは使っていこうと思うので、ね、聞きやすくなるんじゃないかなと思います。あと僕がちゃんと喋ればね聞き取りやすいと思うので、はい、次の動画からね、あ、使ってんなってね、見ていてください。あ、ちなみにこのビルウォールのマイクなんですけど、実はね、うちに2個あります。2セットある。で、なんでかというと、1セット目届いたらペアリングができなくて、あ、違う、ペアリングはできたんだけど、
どうしてもこのピンマイクじゃなくて、スマホ iPhone 側のマイクが有効になってしまって取れなかったんですね。いくら取ってもiPhone のマイクが有効になっててこっちで取れないという状態だったので、問い合わせてみたら、まあ、故障だからということでもう一個送っていただいた。こっちが壊れてる方、こっちが使えるなんで、まあそういうのはね、もしかしたら、まあごく稀だと思うし、たまたまそれに当たっちゃっただけかなとは思うんですけど、まあそういうこともあるみたいなんで、もしね、買われた方は届いたらすぐに使ってみて、使えないとなったら問い合わせてみてください。ちゃんともう一個送ってくれると思いますんで。はい、ということで終わりまーす。ではまた。